これからはポータブルトイレも座り心地で選ぶ時代。リッチェルから座り心地にこだわった新しいポータブルトイレ、キラク座右シリーズのご紹介です。使う方や目的に合わせて8タイプご用意いたしました。キラク座右はリッチェルと横浜市総合リハビリテーションセンターと株式会社カジとの共同開発によって生まれた高性能ポータブルトイレです。利用者に優しいと感じる機能、特に座ることにこだわって開発しました。こだわりの背もたれ、症状や体格に合わせて背もたれの張り具合を調節でき、姿勢の角度に合わせて背中を曲面でサポートし姿勢を安定させます。背もたれはベルト式で簡単に張りを調節できます。背もたれは体に近く低い位置に設定されているので、座った時に背中にしっかりフィットします。背もたれ下部は後方、側面から手を差し込みやすい形状になっているので、解除の際に便利です。座り心地を追求した新便座、普通便座、設計を一から見直し開発しました。座骨付近の圧力を軽減、仙骨を避けるカーブを設け、座り心地を大きく改善しました。また穴サイズを前方に拡大、男性も用を足しやすいよう考慮しました。エクスジェル便座、より良い座り心地の実現のため、クッション部分に医療や福祉、レースカー用品などの分野で実績を持つ国産の高性能素材エクスジェルを採用しました。優れたフィット感と体圧分散性で座った時の痛み、負担を大幅に軽減します。排泄に時間のかかる方に最適です。この他にも柔らかい座り心地の柔らか便座、冬でもお尻の温かい暖房便座の計4種類の便座をご用意しています。これらの便座に加え、それぞれのタイプで脱臭機付き仕様を用意しております。脱臭機はハイブリッド脱臭で素早く匂いを分解、リモコンで簡単に操作でき、切り忘れた場合もおよそ30分後に自動停止します。立ち座り快適な足回り、前板部はふくらはぎに合わせたカット形状になっています。立ち座りの際に足を引き込みやすくすることで、より動作が安定します。また太もも裏にあたる部分は滑らかな形状で、立ち座りの際に感じる痛みを解消します。使いやすい昇降式肘掛け、肘掛けは下げると座面とフラットになり、ベッドからスムーズに座位での移乗が行えます。また解除移乗する際も肘掛けにぶつかる心配がありません。肘掛けの高さは体格や症状に合わせて0から24センチの13段階に調節できます。安全ロックを解除してグリップを握りながら肘掛けを上下します。肘掛け先端部にへこみがあるのでしっかり握れます。簡単座面高さ調節、座面高さ調節は工具なしで簡単に行えます。はじめにノブボルトを緩めます。脚部を上下にスライドさせ、目盛りに合わせて高さを設定した後、ノブボルトを締め込みます。座面高さは 33.5 センチから46センチの6段階に調節できます。楽々お手入れ、汚れやすい便座周りは簡単に着脱できます。
汚水受けは周囲が汚れにくいフルカバータイプを採用しました。ペーパーホルダー、片手で簡単にペーパーをカットすることができます。左右どちらの肘掛けにも工具なしで簡単に取り付けできます。また肘掛け以外にもベッドの柵や介助バーなど好きな場所にも取り付けることができます。座面蓋、着脱の簡単な1枚タイプ。急いでいる際ももたつくことはありません。軽量設計のため片手で簡単に扱えます。キャスター付き、キャスター付きなので楽に移動ができます。リッチェルの新しいポータブルトイレ、キラク座右にぜひ座ってみて違いを感じてみてください。